人権法案を通るとマスコミの報道の自由が著しく規制されますし、今日私がいろんな形で発言してきた中国のチベットとかで人権人道問題をね、糾弾すべきじゃないかなんて言ったことを発言に対して、ね、中国系のね、在日本に住んでる中国の方は著しく不快ですと、最寄りの人権委員と相談し、人権擁護員と相談して人権委員会にね、これ訴えてこの問題取り上げますよっていうふうになっちゃうんですよ、これ。その関係者がっていうのはね、人権擁護委員会というのは皆さん方知っていただいたけど、参上委員会で捜査権と罰則があるわけです。そしたらあなたのところにうわーっと来て、はい、人権侵害だ言うと何も活動できなくなる。あ、停止になる。そして罰則までつけられる。いや、家に来てその人権侵害に関する文章を日記に書いてないかとかですね、パソコンちょっと押収されたりですね、そういう権限持ってるんですよ。そう、それが参上委員会なんですね、はい、ですから国税庁だとか公正取引委員会と同じ権能を人権擁護委員会が持つ。恐ろしいんですよ。公正取引委員会並みの権限を持ってるわけですね、参上委員会。しかし公正取引委員会というのは、特定のですね、企業は対象ですけど、人権擁護法っていうのはもし通れば、これを見てる、もう日本に居住している日本人、外国人全てが、ひいては公衆の皆さんも含めてですね、全員が対象ですから、人権擁護の定義が法務省は満足に答えられない、それから1万4千人から2万人にですね、人権擁護員増やすと言ってるけれども、誰がどういう価値判断で決めるかということも明確じゃない。それから、外国人の地方参政権なんていうのもその問題に入る。で、そういう問題点がものすごくありました。今法輪功の方々がね、拘束されて生きながらにして、外貨稼ぎのために臓器を取られて売られてるっていう話は、これはどうも信憑性が高い情報ですけども、こういうのはなるべく大手マスメディアは報道しないようにしてますけれども、そういったですね、今この瞬間に中国で起きている人権問題についてですね、中国政府がやってることは
ウイグル人もですね、14歳から25歳までの女性を中国の内陸にどこに連れていくということを言わなくて集団拉致しちゃって、そして工場で働かせちゃうんですね、はい、でそういうことがですね、中国はやってて大きな人権問題になってる、大変な人権侵害が行われてる、でそういったことも人権擁護法案ができてしまうと、そうですね、我々が発言できなくなっちゃう、そうですね、本当は人権を守んなきゃいけない、発言をしたいけれどもそれすらできなくなっちゃう、そう、中国人民に対する冒涜であるなんてなっちゃったらですね、そうなんですよ、もう本当に大変なことになりますよね、ですからね、ですね、私の今日の発言はできなくなるんですよ、要するに表現の自由が萎縮されてですね、報道の自由も萎縮されると、でもインターネットでありとあらゆる、まあ、メディアはある程度コントロールできてますけれども、大手新聞も、そして、大手テレビ局もある程度コントロールして、タブーはたくさんあるにもかかわらず、ね、見てみないふりをしてきたわけですけれども、それが今インターネットで出てるんですけど、それを規制しちゃうと、もうそうなると真相はもう闇に消えると、恐ろしいですね、政治家もマスコミ人も恐ろしいんで、過去2度潰したんです、はい、最初マスコミが反対した、そしたらね、法務省マスコミを除外する、こういうことでマスコミが前回2年前黙ったんですよ、あ、そうですか、だからね、ずるいんですよ、やってることダミーでマスコミ条項みたいなのがあってですね、じゃあこれはもうなくすからいいよねって感じなんですよね、はい。